中年オタッキーです。繁忙期がねちょっともう繁忙期ど真ん中でして、非常に疲れております。まあ今日はちょっとマシなんですけど、昨日4時間ぐらいも寝れたんで、まあどうしてもね、A とか A とか U とかね、滑舌が悪くなります。結構なね、人がね、気になるってね、送ってきてるんですけども、もう寝てないんでね、なんせね、もう、まあ、今年はまあまだ、マシといえばマシなんですけどね、私、その、1週間で7時間しか寝なかったとかいうね、経験もありますけど、まあ、そんなことはどうでもいいんですけどね、今日はね、まあ、前回の動画でね、ちょっと紹介しましたけど、このキャノン A1 ですね。この A1 をまあ、修理しまして、一応試写してきました。試写したっつってもね、もう、梅雨真っ只中だったんでね、もう梅雨明けましたけど、その、撮った時はその梅雨真っ只中で、まあ、天気が良くなかったんで、まあ、丸々一本ね、その、曇りの写真になったんですよ。で、曇りの写真ね、普段から撮るなってね、撮るなっていうニュアンスでよく言ってますけど、曇りのね、写真嫌いだし、まあ、パッとした写真になる、パッと見、ね、その良くない写真になりがちなんで、まあ、とりあえず自分なりにね、その曇りの日にね、どうやって撮ったらね、いい絵になるかって考えながら撮ってきました。ね、今日はその、キャノン A1 のね、修理上がりの、その、調子と、まあ、それと、その曇りの日のね、撮影方法みたいな感じでやっていこうと思います。それでは動画スタートしてまいります。はい、キャノン A1 ですね。まあカメラ6台セットをまとめてで、まあ、落札しまして、1台あたりね、1000円平均ぐらいのね、値段になったんですけども、まあ、このキャノン A1 は、その、前回の動画でもまあ言いましたけど、シャッター泣きしていてまともに使える状態じゃなかったんですね。で、その、底の方からね、油を入れて、まあ、あんまりお勧めできない方法ですけど、で、まあ、シャッター泣きは止まったんですけども、ファインダーがカビてたり、露出が狂ってたりしてたんで、中田師匠ね、フォトライブ中田さんのね、中田師匠の、動画を参考にしながら、この軍艦部を開けて、ファインダーのカビ取りと、露出の調整を行ったんですね。で、まあ、いろんなトラブルも発生しまして、まあ、その辺はね、前の動画をね、見ていただければ、いいと思うんですけど、まあ、組み上がりまして、とりあえず、いつものね、ケントメア100っていうのを、イギリス製のモノクロフィルムをね、入れて撮ってきたんですよ。で、曇りのね、その、丸々曇り、まあ、雨上がりと言っても過言じゃないんですけども、ね、まあ、今日はね、その、曇りの日のね、撮影のポイントということで、まず雨上がりって、まあ含まれてきますけど、雨上がりっていうのはまあ車にね、その水滴がいっぱい溜まってたりとか、水溜まりがあったりとかね、そういうね、その、まあ晴れの日ではね、ない、シチュエーションがまあありますよね。で今回ね、その、こんな、作例をちょっと紹介していきますけど、これ僕の車なんですけどね、まあ、水が弾いてね、向かいの家の屋根が映ってたりとか、これもね、水溜まりで電線が映ってる写真ですね。まあ、反射ね、これは、高圧電線ですか、高圧鉄塔っていうのかな、これ反射で映ってる。これは、まあ、水溜まりね、車が作った轍の水溜まりに木が映ってる写真ですけども、こういう写真はやっぱね、その、雨上がり、雨の日とか雨上がりにしか撮れない写真にはなってくりますね。光がない分ね、何かをね、その、被写体、結局、その、光がない分ね、被写体頼みになってくると思うんですね。曇りの日の写真は。雨の日だとね、もっとね、いろいろできるんですよ。雨の日はね、もう地面が濡れたりとかね、その、特に雨の日のね、夕暮れとかだったら、照明とかがね、その、地面に、濡れた地面に反射してね、絵になったりするんですね。光を使えるってことなんですけど、曇りの日でね、その、あんまりね、その、濡れたものがないとか、そういう時はもうこうやって水溜り探して反射を得るとかね、もう被写体頼みになってくるんですね。まあ、こう反射をね、利用して撮るっていうのはね、一つありますね。で、まあ、見れる写真がね、18枚ほどってあったんですけど、他にもね、まあ、これはなんとか見れるだろうっていうんで、どう見れるのかなと思って、見ていた、自分の写真を見ていたらね、やっぱ空が写ってる写真はダメですね。結局、曇りの日っていうのは空、まあ空ね、曇りの日といっても一応空の方が明るいんですよ。
で、被写体を撮って空を見ると空の方が明るくなる。どうしてもね、その明るい空に目が行ってしまって被写体が霞んでしまうんですね。写真の基本っていうのはその被写体を際立たせることなんで、この場合にその空を入れるのはどうもまずいなんじゃないかなっていう感じで、空をほぼ入れてない写真、入っててもちょっとしか入ってない写真をね、これ紹介していきます。今回はね、これはちょっとね、絞りを上げて被写界深度をね、出した、浅くした写真ですけどね、これもね、メインの被写体はこの飛び出し坊やですけど、ほとんど空が映ってないです。これはね、もう廃屋ですね。これもほとんど屋根が空が映ってないですね。これはなんか帽子がね、放置してあったんで、これも用水路ですけど全く空を映してない。これね、僕意図的に撮ってないです。本能的にね、空をカットして撮ってますね。なんか映える写真、曇りの日でね、映える写真がね、なんとかならないかと思ってね、撮ってるとね、空が入ってない写真を大量生産したんですね。まあこんな感じですけど、まあ空が映ってるとね、被写体が、際立たなくなってしまうって、なんかなんていうんですか、そのファインダーを覗きながらね、判断したかなんかで、空をカットした写真がまあ見れる。まあ何枚かね、空を入れてる写真もあったんですけど、それはどうもなーっていう、っていう写真になってて、この空を入れてない写真、がまあ見れるなと判断したんですね。皆さんもしね、曇りの日にね、撮影する機会がありましたらね、この空を入れないでね、被写体を際立たせる、という方法は結構使えるんじゃないかなと思います。で、今度はね、空をね、入れまくってみようと。曇りの日にね、その、空はまあ曇ってるんですけど、曇りにもまあいろいろあって、もうその真っ正直にね、その真っ平らな雲が張り付いているような状況もなかなかないと思うんですよね。そうなんですか、雲の濃い部分とか薄い部分で、まあ、雲の表情があったりするわけなんですけど、メインのね、地面付近のメインの被写体に露出を合わせると、空は明るいですから、それも露出オーバーになっちゃって、雲の表情とかもなくなってしまうと思うんですね。で、全面空にして、で、地面からのもちょっと入れるんですけど、まあそれを露出アンダーにすれば雲の表情が出るのかなという、まあこれもね、なんていうんですか、ファインダーを覗きながら、これは映えるかなと思って撮ったら、こんな形の写真が何枚か出ました。これもね、まあメインの被写体は一応鉄塔なんですけど、露出アンダーになって雲の表情が出てますね。これも電線と電柱がメインの被写体なんですけども、完全に露出アンダーになって、雲の表情が出てきています。まあこんな感じでね、これ2枚だけですけど、まあ雲の表情を撮る、曇りの日でね、これモノクロだからこうなるんですけどね、カラー写真ではこの写真は使えないですね。まあカラーにすると、まあただの白い灰色の、空っていう感じになってしまって、今一つ映えないだろうけど、白黒だとこの方法は、使えると思いますね。まあそんな感じでね、次は被写界深度、被写界深度がね、浅い写真ですね。立体感がね、どうしても曇りの日は、日光がない分影ができないですから、立体感のない写真が多くなってしまうんですけど、もうこの状況で立体感を出そうと思ったら、もう被写界深度を浅くするしかないということで、ちょろっと撮ってますけどね、これ道端塀のね、縁に瓦が落ちてて、それをね、被写界深度を浅く、シャッタースピードを上げて、絞りを開けて、これはね、家の際にね、コンクリートを突き破って生えてきた花ですね。これ背景がね、黒っぽいっていうこともあってね、結構映える写真にはなってますけども、被写界深度を浅くして、まあ立体感は出てるんですけど、やっぱり、影がある写真の方がいいかなっていう。で、これ白黒、モノクロだからこうなってますけど、どうしてもね、カラー写真になると、曇りの日は彩度が下がるんですね。鮮やかな色にならない。自動的にね、そうなってしまう。そうなるとね、カラー写真はどうしても映えない写真になってくると思います。まあ、柔らかい光っていうね、その考え方はあるんですけども、まあ、カラー写真で、まあ、花にしてもね、
カラフルなものにしても、その白、その曇りの日に撮るっていうのはどうもと思います。その理由、まあ簡単に分かりやすい、答えとするとね、あのカレンダーとかポスターね、よく山の写真とか花の写真とかね、カレンダーとかになってると思うんですけど、曇りの日の写真ってないと思うんですよね。カレンダーに曇りの日の花の写真とか見たことありますか？例外はあると思うんですよ、もちろんね。例えば、アジサイとかね、ショウブとかね、梅雨時のね、花ね、雨とか曇りの日が似合う、被写体っていうのももちろんあるっちゃあるんですけど、大半のものがね、やっぱ彩度が下がる、コントラストが下がる曇りの日にね、撮っても大した写真にはならないんですね。まあ、仕方なく撮るという意味では、今回のように空を抜いた写真とか、まあそんな感じの対応になっていくと思うんですね。まあ基本的な考え方はやっぱ変わんないですね。曇りの日にね撮っても大した絵にならないっていうのが、僕も個人的には考え方になりますけど、どうでしょうかね。でまあ最後になりますけど、うん、曇りの日はやっぱね屋内でしょ。これねまあうちの次男坊ね、たびたび出てくる次男坊がね、ちょっといじけてたんで撮ったんですけどね。まあ、屋内だとね、もう天候は関係ないですから、屋内でもね、それはね、いい照明が当たってるとかね、そういう写真の方が実はいいんですよね。やっぱね、写真は光です。で、曇りの日に撮ってもね、相当頑張んないとね、映える写真にはならないっていう、まあ、感想ですかね。まあ、僕の腕がね、悪いにもよるんですけど、腕にもよるんですけどね、どうでしょうね。まあ、曇りの日にね、撮った写真ばっかりでカレンダーとかできてたらちょっとびっくりしますけど、今日のね、紹介、カメラ紹介になるのか、作例紹介になるのか、撮影技術なのか、ちょっとよくわかんない、動画になりましたけど、今日の動画はこんな感じになってまいります。それではね、ここから先はね、視聴者様のね作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナーなんですけども、最初にねちょっと、最近その新しくね、写真をね投稿してくれるようになってきた、まあ言うたら、ニューフェイスですね、の方がちょろちょろ出てきているんですけども、まあその投稿ルールをね知らないという、まあ、紹介してないのも悪いんですけどね、知らないせいでね違うアカウントに送ったりっていうのがありますんで、私のねそのチャンネルの概要にね作品投稿とかね、俺のカメラとか、やったやっちまったコーナーの、投稿のルールが書いてありますんでね、そちらの方をね確認していただければいいと思いますね。はい、じゃあね、今日はねトップバッターがね、これレピエルさんっていうかな、レピエルさん、タイトルがね、これなんだろうな、あった、静寂しじまっていうタイトルですね。カメラがね、富士フイルムの X Pro 3、 レンズが富士ノン 55mm F2.2 というレンズで撮られております。これ、ね、この写真なんですけども、部屋の奥からね表のね塀をね撮ったような感じになりますけど、まあ、これはこれでいいんでしょうけど、僕だったらねスマホのライトとかね、今ちょっと照明に使ってますけど、スマホのライトとかで、ちょっと室内をほんのり明るくして、室内の様子もちょっと出したら面白かったのかなと思いますね。62歳でね、昨年2月よりね、写真を始めたということで、まだまだ未熟者ということですけどね、十分ね、なんかこう、芸術的センスがね、あるいい写真だとは思いますね。はい、レビエルさん、ありがとうございます。次がね、ちょっと待ってくださいね。次が、これか、刺身さんですね。刺身さん3枚送ってくれたんですけど、どうも組写真じゃないということで、組写真は3枚まで、バラ写真は2枚までというルールなんで、ちょっと1枚割愛させていただきました。タイトルはありません。カメラはねペンタックス MV1、 レンズがね SMCP M ズーム、2.8 から4ですね、 40mm から 80mm、フィルムスキャナー健康 KFS1450 ということですね。これね、
あの今ちょっと2枚紹介してますけど、あのどちらもね光の境界線で撮ってるんですね。で2枚目の方はねちょっとブレてしまっているんですけども、あの絵心としてはいいと思いますし、1枚目もねちょっと右端にね光が入ってるでしょ、これだけでもねあの随分違ってくると思うんですね。まああのあのまあ絵心があっていいと思います。ただこのちょっとねなんていうんですか、発色が今一つ良くないのはスキャナーのせいかな、フィルム何使ったんだかちょっとわかんないんですけどね。はい、刺身さんありがとうございます。次がねこれは時神さんですか、初投稿ですね。時神さん、YouTube の動画楽しみに拝見させていただいてますということでね、この人も中年親父って書いてますけどね、タイトルがね、昭和の記憶ということで、カメラがねペンタックスの、これどこだ、ちょっと待ってくださいね、ペンタックス、あれ？ペンタックスのどこだ？あ、わかんない。レンズが SMC ペンタックス DA50mmF1.8。あ、カメラがペンタックス Z20 って書いてありますね。フィルムがね、ローも100ということで、コダックゴールド100を使っているということなんですけども、ちょっと紹介文がねぐちゃぐちゃになってるんで、ちょっと ややこしくなりましたが、写真はね素晴らしいものです。これねまあどれだけのね写真撮られ枚数撮られたかわかんない太陽の塔ですけど、この切り口で撮ったのはなかなかないと思いますね。後ろのね青空と相まってねこれ素晴らしい写真になってますね。フィルムの発色的には記録用100にも見えないこともないんですけど、まあどうでしょうね、はっきりはわかりませんけどね。まあ、写真としては素晴らしいと思います。はい、時神さん、ありがとうございます。次が、ちょっとごちゃごちゃになってるんですよ、今日ね。侍ジャパンさんか。侍ジャパンさん、2枚、1枚目がね、伸びしろ未知数、2枚目がね、雲を読むっていうことでね、1枚目はね、ペンタックス K01、SMC ペンタックス、M50mmF1.7、2枚目がね、キャノネット QL17G3、富士フィルムで、ね、ネオパンアクロスを使用しております。どちらもね、これね、まあ、被写体の作り方っていうか、うまいですね。この何もないところからね、被写体を作るっていうね、能力にね、サムライジャパンさんなかなか長けていると思います。2枚目の方はね、あえてね、日の丸構図にすることによってね、逆に印象的な効果、広がりをね、感じる写真になってますね。なかなかね、いい感じのね、写真になってると思います。はい、サムライジャパンさん、ありがとうございます。今日はこんだけかな？今日はこんだけなのかな？ 1,2,3,4。あれ？もう一人のはずだけどな。どこ行った？どこ行った？これだ。これ名前なんて言うんだろうな。なんて読むかわかんない。ちょっと名前はわかんないということでね、初めての作品投稿。ミノルタアルファスイート、ミノルタ AF24105。フィルムがね、コニカ JX100 期限切れ。ISO50 にて撮影します。期限切れなんでね、感度が高かったでしょうかね。ひまわりゾンビっていうことですけどね。これね、期限切れでね、ちょっと色が転んでるっていうのもあって、逆にね、面白い写真になってますね。粒子もね、ビャーっと出てますね。コイニカの JX100 ということなんで、相当期限切れしてたと思うんですけども、これいつ撮ったんだろうね。最近撮ったとしたら相当な期限切れとは思いますけど、よく写ってると思いますね。エモい写真、いわゆるエモい写真になりますけど、まあ、これはね、なかなか、ゾンビっていうのがどの辺なのかちょっとよくわかんないんですけども、なかなかいい感じの写真になってると思います。はい。今日のね、作品投稿のコーナーはここまで。俺のカメラ今日の動画お休みになります。やったやっちまったのコーナーになります。やったやっちまったのコーナーね、今日は達也さんかな、のやったですね、ツイッターでも喜びをつぶやいていましたが、今でも信じられないほどのやったーでした。
ヤフオクでね1000円即決出品されていた。ほんまかいだと半信半疑で落札しましたが本当に届きました。状態も良くフィルターまでついたライカレンズが激安で買いました。 135mm ですがガンガン持ち出していきたいと思いますということですね。これレンズをね購入したということで、これライカのレンズを1000円ですか。まあね、そのボディが少ないから売れないのかな。それにしても1000円は安いですね。まあボディがね手に入ればね僕もね使ってみたいところですけど、なかなかねボディが高いですね。これミノルタが作ってるのかな、ボディはミノルタが作ってるのかな、ライカからの、委託生産になるのか、ちょっとその辺はよくわかんないですけど、まあそんな感じで聞いたことがありますけどね。はい、達也さんありがとうございます。今日の動画はこんな感じになってきます。でパソコンのね故障したっていう件ですけどもね、まあ家に帰ってないから何もできないんですけど、とりあえずねビスタノート、以前使っていたビスタノートに、Windows 10の 32bit の、OS を打ち込んで、たったの 4GB のメモリーですけどね、ちょっと使ってみようと思います。今週だから、現像してスキャンできるかどうか微妙なんですけども、まあ実はね、そのうち紹介すると思うんですけど、デスクトップのね、パーツをね、送ってくださるということで、もうすでに発送したという連絡が来ておるんですけどもね。で、ちょうど連休なんでね、そのパーツを使って、デスクトップをね、ちょっと組み直して、OS をインストールし直して、そのパソコンが使えればね、そっちがメインになっていくと思うんですけどね、なんとかね、動画継続していきたいと思ってます。せっかくね、ここまで来ましたんでね、もうたくさんのね、視聴者の方からね、応援のね、まあ、メッセージだけじゃなくてね、いろんなフィルムもね、いっぱいいただいてますし、カメラもたくさんいただいてるんでね、ここでやめるわけにはいかんぞと、もう引くに引けない状況になってますんでね。まあ、なるべくね、ちょっと今日もね、声、喉がガラガラで、もう眠たくて、大声張り上げながら走ってるんで、まあ、こんな感じでね、この数本ね、動画こんな感じになってるんですけども、まあ、できるだけね、長い間ね、いろんな動画をアップしてね、続けていけたらと思います。で、できればね、もうちょっとね、収益を上げるようにして、収益が入ったらね、そのコロナが、終わってからなら、収束化してからになりますけどね、視聴者の方とね、コミュニケーション取りにね、行くとか、まあ、東京とか大阪とか行ってね、飲み会するなり、撮影会するなりね、いろいろね、やりたいと考えてますんでね、はい、これからも頑張っていこうと思ってますんで、応援よろしくお願いします。はい、今日の動画はここまで、その次の動画ちょっと未定になります。スキャンできるかどうか、もしかしたらただの雑談になるかもしれませんが、次の動画をお待ちくださいませ。それではまた、最後まで見ていただきありがとうございました。ごきげんよう。さようなら。